レジを開けろってんだ。カウンターに金を置け。クソ、聞こえないのか。さっさとレジを開けやがれ。いいえ、あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。渡せません。なんだと、行かれてんじゃねえか。分かんねえのか。俺の言う通りにしなきゃ機体の真ん中をぶち抜くって言ってんだ。あなたに渡すわけにはいかない。おい、お前こっちだ。動くな。聞こえないのか。手を上げろ。警告線だ。撃つぞ。本当にありがとうございます。ここにあなたがいなかったらどうなっていたことか。今すぐに手を上げなければ殺すぞ。無駄足ではなかったわけだ。俺は本気だ。本気で飛びぞ。私の息子レザンがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け取った。ロッカーを開けるとこの箱があった。何を意味するのかはわからないが、息子を私から奪った男からの何らかのメッセージなのかと思って。動かないで。いいかな。救急車を呼びます。いや大丈夫。肩をかすっただけだ。あのチンピラ、銃の使い方も知らないで。本当にありがとうございました。あなたがいなければどうなっていたことか。私の息子レザーがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け、どうかお役に立てるのでしたらその箱を持って行ってください。私はレザーを助けることができなかった。でも他の子供を助けることができるかもしれません。見てもいいかな。シェルビーさん、お役に立てるのでしたらその箱を持って行ってください。私はレザーを助けることができなかった。でも他の子供を助けることができるかもしれません。シェルビーさん、生きていてもいいことなんてないと思い始めていましたが、それは間違いだと分かりましたよ。